で、元気の時は、はい、どこに行くの？横浜国立大学の岡田大学の問題って、そんなに難しくないんですか？家契約してたんですけど、受験の受験の前の日に。どうだよ、始まりました森鉄チャンネルです。僕のチャンネルって森鉄2だからサブチャンネルだと思われがちじゃないですか。いや、まあそれは知りますね。確かにあるあるですね、それ。そんな中、はい、今回はですね、やってまいりました、はい、2度目の登場でございます、はい、あ、ダメだよ、そんなところに米俵置きっぱなしにしといちゃ。なんですかそれ。ちょっと待ってください。米俵をそんなところに放置しておいちゃダメだよ。これ、あの、僕に似てる誰かのモノマネをしてるんですよね。それで、あの、僕が俵放置です。俵放置なんで、ちょっと待ってください。まあ、気づかなかったこれ。ちょっとずるいですよ、今のは。イン踏まないでください。イン踏むやつをやってくる人初めてですよ。そんないろいろ、鰆とか瓦とかいろいろ、いろいろなんか魚とかいろいろ、いろいろ俵放置。俵放置のシチュエーション普段ないですからね。ないですね。もう寒いの連発だろうな、コメント欄にも。さがらごうちと申します、ね。ミスター東北大。ああ、もう、あの、あんなちっちゃいコンテストですけど、ミスターマリックの弟子。ミスターマリックの弟子です。はい。あの、もう1年受験を多くできるっていうマジックに考えました。なるほど。はい、ね。イリュージョンですね。そんな中ですね、はい、今回ですね、どうやって勉強してきたのか、ね。はい。どうですか、小中とかは普通に公立ですか？そうなんです。小中は僕が住んでいる地区の小学校公立、中学校公立、まあそのまんま行きますよみたいな感じですね。で、あの、全校生徒が中学校で40人ぐらいしかいない、本当にど田舎の中学校で、はいはいはい、福島県、ね、そうです、はい、もう本当に受験のなんか字の字も知らないみたいな感じでしたね。ほうほうほう。受験校、高校を決めたのも本当に願書を出す1週間前とかで、っていう感じで、まあ、願書を出す1週間前に高校を決めて、ね、福島県っていい高校って、ね、そうですね、あの、基本的にはもうほぼほぼ決まっちゃってるので、もうなんかその辺でいっかみたいな感じですね。3分割してるんですけど、はい、県をね、なんかその中のなんか2番目みたいなところに決めましたね、はいはいはい、で、僕通学時間1時間半だったんですよ、そこまでで。あ、なるほど。で、一番いいところに行くと2時間とかなんですよね。あー、へー。結構やばいなと思って、そこでまあちょっと迷ったっていうのはありますけどね。中学自体は勉強できた、がっつりやってたわけではないので、はい、全国の学生に比べたら分かんないですけど、うん、まあなんかできなくはなかったかなって感じですかね。で、公立高校ですか？私立公立の高校ですね。高校、はい、なんて言ってね、福島県は高校受験浪人するのが日本一ですから。この指標は結構うなずけますね。高校入って私、あの、同じクラス、はい、初めてのクラスに浪人生2人いましたね。あ、年上なんで、あの人みたいな。その時なんかえばったりするんですか、その年上あるある。実はですね、逆にいじられてました。そうなんですね、はい、なんか、いいよ、何でもやるよみたいな子で。なんでそのヒカキンのあのなんか時々出てくるキャラクターみたいな。なんでもいじられキャラ。結構いじられキャラ。まあ大学だったら結構あるじゃないですか。はい、まあ、あの、難浪化してて上だよみたいな。で、はい、でも入ったらみんなタメ口みたいな感じですね。ですね。同じなんですね。同じです。ただあだ名はマッサンって。マッサン。さん付け。あ、なるほど、さんが付けられてる。さんついてましたね。上だからってことで。みたいな。ちょっと貫禄もあったんですよね。でっかい方で。はいはいはい、モノマネから分かるよ。でっかい方だったんで。高校ではどうでした、勉強。高校はですね、まあこれはなかなか悲惨なもので、ほうほう、高校 1,2 年生の時はですね、定期試験以外は一切勉強してませんでした。あ、はいはいはい、はい、なので、定期試験は先生にいい顔したいっていうのと、はいはい、あと学校でいい顔できるっていうのがあって、ほうほうほう、ランキングとか出るんですよ。ああ、はい、ありますね、そういうの。あれのためだけに徹夜とかで頑張るみたいな感じです。ここで何位ぐらいだったんですか？大体なんか10番ぐらいには入ってたかなって感じですね。で、学年で、はい、そうですね、一学年40人ぐらいでしたっけ。一学年、それは中学校。40大変な倍率ですね。逆に勝ち抜いたかって。まあ、そういえば結構いる。まあそうですね、360人ぐらいいました。そこで威張るために、はい、名前乗りてみたいな感じの気持ちだけで頑張ってたみたいな。勉強一切してないっていうよりかは、なんか定期テストの時だけやるみたいな感じで、家ではやってないって感じです。あ、受験はどれくらいから考え出しました、大学。受験は高校3年生になる前、春休みとかですかね、はいはいはい、そこでなんか志望校とか決めなきゃなとか、初めて思い出しましたね。
理系にした理由とかあるんですか？あ、はですね、これがまたもう自分の意思のない選択になってしまうんですけど、私の1年生の時の担任の先生が科学の先生だったんですね、はいはいはい、これ自称進学校あるあるなんですけれども、とりあえず成績が良さげな生徒を理系に進めがちっていうのがあります。あー、あります、はい、これが間違いなくありまして、で担任も理系なので、いやお前は理系に決まってるだろうみたいなのをみんなに言われるんですよ。みんなに言って、で私もまあ言われたということで、じゃあまあなんかかっこいいし理系にしようみたいな感じで行ったって感じですね。なんか周りに流されたっていうのもありますね。周りの私よりできる、勉強すごくできる子がまあ理系にみんな行きますというのも噂も聞いて、じゃあ理系にしようかなって雰囲気で選んじゃったって感じですね。はい、めっちゃ救急車が来てる流されて選択してしまったんですね。まあ、後悔はしてないですけどね。まあ、で元気の時はどこを目指したんですか？はい、ですね、これが横浜国立大学の匠さん。あ、そうです、そうです。 あとスーツさんと、はい、匠さんと、スーツさんと匠さんと、はい、ステハゲさん、ステハゲさんは中央大学に、まあ、目指そうかなっていう感じですね、はいはい、で理由が模試とか受けるときに志望校を書かなきゃいけないんですよね、はいはいはい、そこで、ね、一切大学とかも私知らなかったんですよ。1年生2年生の時に、はいはいはい、でなんで横国語知ってたかっていうと、B'zの稲葉さんと真鍋香織さんが横国出身っていう情報がすごく出回ってて、ね、はいはいはい、もちろん東大出回ってて出回ってて、なんか巷で噂で、真鍋さんも、まあ、年ごまかしてたって有名ですよね。あ、そうですけどね、はい横浜出身なんです。ああ、そうなんですね、はい、横浜日本の人口2位なのに4位とか5位に思われがち。確かに確かに大阪より人口多いのに、あれなんでなんですかね本当に、名古屋もそうですよね。そうです、名古屋も大阪も全部横浜より上だと思ってますよ。人口負けてますからね横浜そう、横浜選んだ理由としてはまあ知っていたからって感じ、うん、東大とか京大とか、まあ、もちろん知ってますけど書くのはおこがましいし足りないみたいな、総研も足りないよみたいな感じで、五国の建築学科を書いてたんですけど、はいはい、まあ、受けるならここかって思ってた理由は、うん、二次試験が私が受けようと書いていた年って、うん、英語と数学しかないんですよ。へえ、なるほど、二科目で行けると。そうなんです、これは便利だなと。便利すごい、慶応の SFC みたいですね、まあ、そうなんです、英語だけですけど、物理をあまり好きではなかったんですよ。はいはいはい、学問としては好きなんですけど、それをなんか受験科目でやるのがあまり好きではなかったんです。科学は後々は好きになるんですけど、当時もあんまり好きではなかった。はいはい、で、まあ、その理由もあって建築学科を書いていたって感じですね。なるほど、はい。で、結局受けたんですか？受けなかったんです。あら。オープンキャンパスとかも行ったんですよね。あ、実はそうなんですね。全然やめちゃって。あら、どこに？これはですね、北海道大学にしたんですけど、はいはい、まあ、なんか横国をまず辞めた理由は、はい、私がですね、受験いざしますよって3年生になりましたって年に、はい、英数物科になったんですよ。あ、もう変わったんですよ、僕が。変わってなくて、はい、これは書く意味ないぞって思いまして、ははは、目指す意味ないですし、すごい目指す意味ない科目増えたんだったら4科目で、じゃあ近くの僕東北地方に住んでたんで、はい、宮廷大とか目指した方が、北海道東北目指した方が、まあ、コスパの観点でいいんじゃないかって思ったんですね。なるほどなるほど。あと横国って結構地味にこうむずくないですか？あ、はいはい、受験者のレベルが高い気がしてたんですよね。東大を辞めて受けます、はいはいはい、近くの国立として受けます、関東の人が多いので、その意識もあって、じゃあよりあの離れちゃおうみたいな。なるほど。北海道にした理由はセンター試験でちょっと思ったより取れなかったんですよ、その年で 75% ぐらいしか取れなかったんですよね、確か。最初って東北大を考えてたけれども。そうなんです、東北大考えてました。あ、センターで、ちょっと取れたなって思いまして、で北海道大学っていうのがあるぞみたいな、担任の先生、北海道大学出身だったんです、担任の先生が、はいはいはい、でなんかここだと最初理系の学科選ばなくても、うんうん、総合理系って言って、最初に入って1年間基礎教養みたいなのがあって、はいはい、その後に自分の興味のある分野に行けるぜみたいな、なんかそういうメリットと思って、まあデメリットは寒いみたいなこと言われて、まあまあそことの兼ね合いかと思ってですね、うん、ちょっと 75% だとなんか C 判定のちょっと上ぐらいのが出る年だったんですよ。すごくその年センター試験割と平気で低くて、うん、そうだったんですね。そうなんです、数学とかなんか 1A が49だったと思うんですよ、平均が、はいはいはい、国語スピンスピンスピンみたいなのがやつがあるんですけど、100点、うん、なので平均点低くて、でかつ北海道大学その 75% で、うん、まあ、全然受かるぞみたいな感じで押し出されて、まあ、受けたって感じです、ね、すごいです。担任に流されがちですね。そうなんです、マジで意思がない生徒ですそしたらあらららら、あらって感じでしたね。正直結構自信はあったんですよ、二次試験の方がまあいいだろうと思って、はい、北海道大学の問題ってそんなに難しくないんですよ、実は、うんうんうん、結構基礎に忠実なんですよね、はあはあ、でそれを加味した上で
受かるやろって思って受けたら落ちて、うん、あららら、家契約してたんですけどね、受験の前の日に、受験の前の日にすごい余裕ぶってたんですよ、はい、これは絶対いけますわと、親にも、もう僕が落ちたらもう本当にね、これ大変なことよみたいな調子乗ってたんですけど、はい、落ちましたね、家もキャンセル、契約すごいですね、それね、落ちちゃったんでって、そうなんです、やられましたね、楽しみにしてたんですけどね、舞台ライフを、はい、で、じゃあ浪人、浪人決定、はい、で、浪人するわけですね、そうですね、そして行ってた予備校は河合塾、出会い塾